久保さん、初心者でも稼げる方法にしましょうか。初心者でも稼げる方法。ね、初心者。うん、まあ、久保さんの,の初心を忘れないってめっちゃいいんじゃないですか。初心者3年目って。初心者3年目いいっすね。僕初心者じゃあ4年目ですかね、独立して。まあ、初心者15年目。ネットビジネス15年やってるんで、初心者15年目。うん。もう、なんかね、やればやるほど、 初心に戻っていくんじゃないかなって思いますね <laughs>。やってること変わんないんで。でもやってること変わんないですけど、突き詰めてますからね。だから結構精度は上がってきたかなと思いますね。うん。だからこの前ね、だからなんだ、あの、高額なバックエンド売りましたけど、300万ぐらい上がったんで、まあ日々やってること、初心をやってるっていうことなんですけどね。 で今回、その初心者でもどうやって稼ぐのかっていうと、これ、簡単であの、初心者じゃない人に売るってことですあの。いろんな層がいて、じゃあ初心者、中級者、初心者、中級者、上級者、じゃあ初心者が中級者に売ることは難しい、初心者が上級者に売ることは難しい、でも初心者は、まだやってない人に売れるんですよ。わ <laughs>、ね、かりますこれなんです。 でも僕自身も、僕15年やって上級者なんですけど、上級者が、じゃあ誰に売ってるのかっていうと、初心者の下ですね。まだやってない人。例えば、まあ、この前そのコンサルみたいなの売ったんですけど、まだその YouTube やってない人とかなんですよ。じゃあこれからやりましょうって話なんで。いや、やってないですよ。<laughs> だ初心者にも行ってない。みたいなね。今まだ行動できてないみたいな。だから、初心者でも、 あの行動をちょっとしてればまあスキルはないんですよ。でもや,や,るやることをまあ一応やってるんですよ。でも稼げてない。でもやってる。じゃあちょっと上に行ってるじゃないですか。できてるじゃないですか。じゃあ下の方にあのやり方を教えればいいってことですね。じゃあこれもっと分かりやすく言うとスマホ。どうですかスマホって上級者ですかスマホ中級者ですかスマホの使い方ですね。今日スマホを初めて買った人にスマホ初心者の人でも 商品を売ることはできます <laughs> だからこれ本屋行ってほしいんですね。本屋行けばスマホの使い方っていう本がまあ大量に売られてます。だから今日スマホを買った人にはあのー、売れるんですよ。 それを、例えばネットビジネスで言うならば、そのやり方を無料で公開して、集客をして、広告で稼ぐ。も物を売らなくても、それのやり方を教えて、集客をして、広告で稼ぐっていうやり方と、集客をして、そのやり方をコンサルにして売るっていうやり方。もしくは教材にして売るっていうやり方があります。どっちでもいいんですけど、稼げるわけですよ。わかります例えば、あの、 そのズームのやり方で調べてほしいんですけど、女性の方がね、これバイマやってる人で、電子書籍もちょっと出してたのかな。うん。で、まあ、転売みたいなやってる人なんですけど、頭いいなと思って、その人、やっぱ頭いいですよ。ねズームの使い方で100万回回してましたね。ズームの使い方で100万回回してましたね。<laughs> 回回たね当時、そのコロナがね、ブワー出て、そのズーム会議がね、 ブワー行かれてね。でも、ズーム初心者が、ズームやったことがない人、めちゃめちゃ多かったわけですよ。ズームって、どうやんのみたいな。ね。でも、ズームプロっているんですかね。<laughs> どうですかね。ズーム、みんなズーム初心、あんまり初心者なんじゃないですかね。ズーム上級者って言ったら、ズーム作った人なんじゃないかなっていう <laughs>。だから、じゃあ、その100万回回したら、広告収入いくらすかって話で、まあまあ何十万は入ってますよ。<laughs> ズームの使い方、初心者でも多分ね、やれるんですよ。作れるんですよ。あの、やってれば。<laughs> うん。だから、久保さんの、これ、億万長者合宿でもね、何回かその事例として出してますけど、久保さんのコピペ動画が3万回ぐらい回ってるんですよ。コピペのやり方ですよ。うん。ネットビジネス初心者でも、コピペのやり方って知ってません <laughs> どうすかね うん、多分知ってると思います。逆にネットビジネス初心者なら知ってるんじゃないですかコピペぐらいは。ね、久保さん。<laughs> そう。だからまだやったことがない人に売れあの情報発信すればいいんですよ。これが初心者でも稼ぐ方法であり、上級者でも稼げる方法です。初心者でも稼げるし、中級者でも稼げるし、上級者でも稼げる。僕はネットビジネス15年やってます。多分まあまあ上級です。ね。 まあまあ上級だけど結局売ってる人はやってない人なんですよ。わかりますこれ <laughs>。だからどのポジショニングでも売れるってことです。うん。じゃあ売るためにどうすればいいのかっていうと、じゃあまずはアクセスを集める、集客をする。じゃあ集客をしてその人との関係性を構築する。ただこれだけなんですよ。うん。だからそれをやっとけば、あのー、なんだ、商品は売れます。 だから僕のお客さんでノウハウコレクターは15年、20年。で、ノウハウコレクターとして1500万ぐらい使ってきた人がいてるんですよ。この人も月収100万いきましたからね。いや、僕からすると、その人から買うかって話でね。<laughs> まあ、コンサルして教えてたんですけど <laughs>。僕、僕ね、僕が自信つきましたね、逆に。あ、本当に誰でもいけるなっていう。 マジで誰でもいけるなっていうのはすげえ感じましたね。まあ結局その20万の商品を5人に売ったんですけど、で100万超えたんですよ。で、そコンサルするってやつなんですけど、いやー、まあでもね、動画も600本、700本、もう700本ぐらいは撮ってるかな。で、ラで撮った結果、LINE アートの集客が今、100何十人ぐらいいる ?200 人はいってないかな ?200 人もうちょっとでいきそうかなっていうぐらいだったと思います。 で、チャンネル登録者数が今800が900ぐらい、900だったのかなそんぐらいですね。うん。でも800本ぐらいやりましたよ。じゃその時に、じゃあ僕はどうアドバイスしてたのかっていうと、コンサル入った時にね、YouTube やってないんですよ。だから、01なんですよ。やってない。じゃあやりましょう。なんですよね。<laughs> で、その中で、じゃあどうやったらアクセス集まるのかとかね、いろいろなこうアドバイスをして続けた結果、一番回ってるので多分8000回とか回って7000回だったかな。 4000回だったかなな、何ぼだちょっと見ていいですかね。一番今回してるので、でも当時ね、アップした時0とかでしたからね。や、アップした時0とかですよ。最初。だから、数ヶ月間ずっと0とか1でずっと言われましたもん。これ、吉永さん、ほんと大丈夫ですかねみたいな。大丈夫ですかねっ <laughs>、ね、だからね、3ヶ月間働いても給料ゼロみたいな。えー 一番回って、あ、今、公開動画が723本ありますね。で、一番回してるので、あ、7000回やっぱ回してましたね。7000回。7000回回してます。一番回してるので。でもこれ8ヶ月前ぐらいにアップしたやつで、多分最初アップしたとき、だから全然なかったはずですよ。うん。 だから今、7000回、6000回、5000回、4000回、4000回、3800、3700、3600、3400、3300、3200、3100、2800、2800、2700、2500、2400、2400、2400、2四百二2二0 0 2100。21まあまあ回してますね。まあ上位のやつは。うんすご。すごいですよだこの。この動画のやり方も教えましたがね。こうやれば取れますよってこれでいきましょうって言ってね。 で、それが結局これぐらい回ってますから。うん。だから初心者でも稼ぐ方法は、やってない人に教えるってとですね。<laughs> やってない人に <laughs>。ズームやってない人っていうね。そう。で、ズームのやり方に関してはちょっとトレンドが発生したんで、かなりの再生数いきましたけどね。コピペのやり方で100万回はさすがにちょっと難しいですけど、でも3万回ぐらい回してます。うん。 多分でもこれ、コピペ知らない人は常に出てるので、ズームに関してはちょっと特殊だったんですけどね。うん。はい、ということで、えー、初心者でも稼ぐ方法がこちらになります。あとはやるかやらないかです。いってらっしゃい。